皆さんこんにちは、今日は早速ゲーム実況やっていこうと思います。前にゲーム実況やったらって声が上がったんで、今日は動物の森って皆さんご存知ですかね。2009年だったかな、結構古いゲームなんですけど、早速やっていこうと思います。で、村の名前は八坂村、ホラー映画の、町になっていて、で一応主人公はチェリー、まあですね、自分の名前にしました。Hey guys! Okay, today I will play the Japanese game, but I speak only Japanese, sorry. Okay, let's do it! 今日日本語しか喋らないっす。おはようございます。今日も一日頑張りましょうね。で、ゴンス。みんなゴンスなんだよね。おじゃる丸のアオベのパクリ感。そうそう、私これやっててだいぶ時間が経ってて広いんだよ、こんな感じに。素敵でしょ。で屋根は緑にしてます。緑とかピンクが好きだから。あと名前でかけてますね。さくらんぼの葉っぱって意味合いもあってグリーンにしました。でこの汚い布は何なのかっていうと、これです。私がデザインしました。うんこ付き T シャツ。もう本当にくだらないですよね、考えが小学生。なんかこう PRO って言って、マイデザインを作ることができる、場所があるんですけど、そこで作ってます。でたまに、なんだっけな、こういったものをくれる人がいる。これとか、ちなみに私ゲーム実況とかほとんどしたことなくて、ツッコミとかも下手っぴなんで、どっちかっつったらほんわかしに来てくださいみんな。でも教えてる言葉はちょっとツッコミどころが満載なものもいっぱいありますけど。で現在のローンは50万円で、一括払いしたいんで、ちょっと今タンスに貯金してます。あ、これお耳だんぼで気になってるの私が教えて、なんかゾウさんだから対して、耳だんぼな情報を言ってるわけじゃないんだけどね。あれ、私実はハニワマニアで、ハニワを集める趣味がある。あ、見ます？私の家結構カオスです。ハニヤばっかりですよね。もうこんなのがね、ハッピールームアカデミーって言って、お家のセンスの良さで選ばれるやつがあるんですけど、なんと私のこのお家が選ばれちゃったんです、これで。本当にセンスがない人たちが選んだんだろうなって。ハニワがいっぱい置いてあってとてもうるさいですよね。で一応流れてるのが一昨日って曲なんですけど、実は戸田ケケってキャラクターがいて、その人にお願いするとこうやってもらえるものがあるそうで、大好きケケソングは有名どころですよね。とこういった怖い曲も、でもちょっとこれは聞きたくないかな。じゃあみんなが知ってるケケソングでいこうかな。でちょっとスターを置いてて、うるさいですね、止められないのか。聞かせてあげたいから、すいません、画像が、画面がたまに暗くなって雪のもの見えちゃうと思うんですけど、もうそこはすいません。こんな感じの曲ですよね。で埴輪くんがいっぱい音を出してくれて、時々リズムの拍子を取ってくれる時もある。だから結構集めてるっていうのもあるんですけど、
まあ、これじゃまるで古墳なので私の墓場みたいになっちゃってますけど、ちょっと邪魔だなこれ。これでいいか。で、ここに1階トイレですね。まあもうこれはネタです。もう生き物を見てうんこができると、まあ、そういう設定ですね。まあ、魚とかお花とか、本当はなんか花で全部埋めちゃうかなって思ってたんですけど、まあちょっとそれも厳しいので、お魚とかあと虫を、まあ、全部コオロギで、倫理うるさいけど、こう一定のねタイミングで鳴くのがすごいよね本当に。まあ、タコとかワカサギとかを釣って置いてあります。じゃあ一回ちょっと出ようかな。この仮面が黒くなるの本当なんだよね。で、だいたいローン返すときにこうやって梨とかを揺すって、まあ、さっきタヌキチっていう、もう本当にもう金取り野郎に売っちゃえば、まあお金になる。まあ、海外でもタヌキチの評価は結構悪くて、もうなんだろう、みんな操り人形みたいな設定でも書かれてでもありますよね、たまに。岩をガンってやるとたまにお金がもらえたり、マムシとかが出てきたりするんだけど、ここの人たちみんなちょっと物好きで、こういうなんか変な虫が好きなんだよね。マムシと炭素を引き換えにしてくれた人もいるし、人じゃないけど動物、なんていうかもう変この間なんて宇宙服とカマキリかなんかを引き換えにしてくれて、まあなんていうのかな、見る目がないのかな。こちらとしては面影なんだけどね、折れない。ゲット。ハニワ、私もハニワ大好きなんだよ。ハニマルって皆さん知ってますか？あのもうだいぶ古いアニメなんだけど、そのハニマルが大好きで、ハニャーとかフニャーとかやつ、つったってあんまりお話は見たことないんだけど、キャラクターのなんか絵を見るのが好き。